ということで、まずは自己紹介ってみましょう。まずは、みなちゃん。はーい。のんびり、おっとり、しっかり、ふわふわー。ふわーキューティクルヘアのみなでーす。みなちゃんでーす。でーすはい、次は私。3人の中で一番ちっちゃいけど、 とっても食いしん坊もぐもぐ甘いもの大好きリカですリカちゃんでーす,でーすそして最後は、見た目はしっかり、中身はうっかりその通り都市の育江でーすメルちゃんでーす以上、平均身長145センチ、ミニミニギャングがお送りしますよろしくお願いします,しい,しますいや、もう5月ですね。うん、5月になると、 そろそろかな梅雨の季節です。えまだまだ先よね。ま六月かね七月だよね梅雨って。だからねそろそろかなって。え何が？田植えが。え田植え？ねなにくえちゃん毎年田植えしてるの？してないよ。でもねそろそろ農家さんはね準備し始めてるんだよ。あそうか。えミナちゃんは田植えしたことあるの？あるよ。あのね学校の行事で体験したんだけどとっても難しかったの。 どのくらいの量を刺したらいいのかなとか、なかなかまっすぐに刺せなかったりしたよ。それとね、リカちゃん、足が抜けなくなるの。え何やら抜けなくなっちゃう。なにえ何沼みたいに足がはまっちゃうってことそう。長靴履いてもね、ダメだったの。抜けちゃうの。中にも泥入ってきちゃうの。もうね、この世の終わりかと思った。え、世界の終わりね。仲良くなる。その感じ。そうそう、そんな感じ。私がその世界の終わりを感じたところはね、あの、道路から一段低いところにあったの。だから、まあ、 ご想像にお任せするんですけど、ま、高いとこから低いとこにジャンプした際、うん、もう一歩目から動けないよね。ああ、そっかそうか。いい思い出です。いい思い出。え <laughs>、ね、だってね、リカちゃん。 大きくなると、こんなアホなことはなかなかできないよ。<laughs> アホなこと。あホ自分で言ってますね, <laughs> そね。そうよね。アホなことは、まあ、うん、で,で、まあ、まあね、田植え自体、あまり体験できないことなのに、ハマっちゃうなんて。さすが、イクエちゃん。ありがとう、うんうん、はい。たくさん頑張って、お米ができるんだなーってお勉強できたよ。うん、そうね。お米農家の皆さん、毎日美味しいお米をありがとうございます。うん、いつも一粒も残さず、美味しくいただいてます。はい。 二人はお米がメインのり料理あのオムライスとかチャーハンとかどんなのが好きですかはいみなは山菜ご飯が好きですこれを食べた時に絶妙な味付けだなと感銘を受けました確かに炊き込みご飯って美味しいよね私は雑炊が好きこれねただの雑炊じゃないのよ利かけ特製なのですが水炊き鍋などのお鍋の後にそのだし汁を使用 そしてポン酢と溶き卵で味を付けます。卵は半熟がポイントです。とろっとろの卵とだし汁,汁とポン酢の味がマッチしてとっても美味しいんですよ。うん、うん。食べたい、うん。食べたくなっちゃった。<laughs> うん。うん、いいねいいね。私はね納豆と生卵を混ぜた卵かけ納豆ご飯が今一番好きかな。<ー><ー>いいね。卵かけご飯、ね、美味しいよね。うん。この組み合わせいいよね。うん あ、みナちゃんの家の山菜ご飯って何が入ってるの、うん、はい、うちのですわね、えっとね、うんうん、緑の茎とあるある,あるね。真ん中に穴が開いてる白いのあ,あるあるでしょとあとえぬぎみたいなキノコ類が入ってるよあとお米はもち米なの、うん、あ、そうなんだ、珍しいねうんうん、毎回そうだったのうん、うんう とても美味しいよねー気になるうん,うん、うん、皆さんのお家でも入っている山菜が違ったりするんでしょうか、うん、ぜひお便りお待ちしていますねほんといろんなご飯があるって想像するだけでお腹が減っちゃうね<ー>でもやっぱりご飯の後の甘いデザートも外せないよねを<お>ということで今回から始まりました亀戸 おすすめスイーツ,すすイーツ今回からは亀戸のおいしいスイーツをご紹介していきます、はい、そして甘いものといえばやっぱり,りかちゃんはい私が紹介するおすすめスイーツは亀戸三丁目の山城さん、はい、こちらは和菓子メインの甘味どころでテイクアウトもやってるんですようん、うん、特におすすめなのは亀の形をしたどら焼き。 普通のドラヤキは丸いですよねうん、うん、その丸い周りに顔と手足がついてるの、えー どら焼きの皮は亀の甲羅になっていて見た目がとっても可愛くて亀戸ならではって感じですね愛いよね亀のねどら焼きさんねみんなもね山町さんの水ようかん食べましたほんとにみつみずしくってあんこの甘さも爽やかな水ようかんでしたよ私みなちゃんに一口いただいたんですけどほんとにのどごしさわー サラッという爽やかなあんこの甘さでした私はねその時笹餅もちを買ったんだけれども笹を剥がす時に小餅がプル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 ってしてたよねとっても美味しかったです和菓子を食べたくなったり休憩したい時はぜひ山町さんに足をお運びくださいということで亀戸おすすめスイーツでしたはい突然ですか2人ともはいリスナーさんからお便りが届きました ありがとうございます,いますラジオネームひよりさんからです、はい、松田一家の皆さんこんにちはこんにちは。ちは初めてお便り出しましたいつも楽しく拝聴しています花粉がひどく外を散歩するのはつらいですが桜が咲き始めましたね公園で咲く桜や夜桜や雨に濡れる桜だったり景色によって見え方が違いますよね私は神社に咲く桜が一番好きです 皆さんはどんな景色の桜が一番好きですかぜひ教えてください。朝晩冷え込みますので、お体に気をつけて頑張ってください。応援しています。ということです。で前回ね、花粉でね、あの苦しんだという話をして、はいうん、その時期桜が咲っていてるよね。ということでお便りくださったん、ね、で、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあね、まずはね、もうん、ミラちゃん。 はい、みなちゃんはどんな景色の桜が一番好きですかはいみなはですね川辺に咲く桜が好きです<ー>川を覗くと反射して桜の木が見えるのと落した花びらがあのピトって川に流れてゆらゆらーって流れていくんですけどそれがすごく綺麗なんです、うんうん、このゆら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 って感じがみなちゃんにぴったりだね それリカち,ちゃんはどんな桜の景色が好きですかはい私はね、桜並木で桜の花びらが風でパーッと桜吹雪になるのが好きだな。うん、豪快だね。でしょ、いいでしょ。<laughs> じゃあ、行方ちゃんはどう、はい 私はですね、あの、皆さん、怒らないで聞いていただきたいんです。ちっちゃい頃の話ですよ。あの、桜の木に登ったところから見た景色が、すごく綺麗で鮮明に覚えています。木に登ったってことそう、ごめんなさい。なかなかね、登っちゃいけないよね。風景が一番好きです。三者三様ですね。ひよりさん、お便りありがとうございました。ありがとう。 私も桜が本当綺麗だったな。桜祭りもあったしね。あ、そうそう祭りといえば、私ね思い出したことがあるの。何リカちゃん。ね私の地元では浜松祭りっていう大きなお祭りがあるのよ。浜松祭り。さ浜松祭り。さ浜松祭り。どんなお祭り？何何何何何？大事だね。説明します。あのねゴールデンウィークの3日間タコ揚げ合戦が行われます。 この大きさは直径3メートルくらいなの大、うん、きいでしょそうあと御殿屋台といって大きな屋台を敷いて練り歩いたりラッパを吹いて演奏するのへ<ー>本当だな浜松まつりは子どもたちの健やかな成長を願って地域のみんなでお祝いをする 伝統行事なのよ。よくあるのは鯉のぼりだよね。そう、浜松ではタコさんもあげるんだね。あの。上空で鯉とタコが泳いでる。いつもは水中なのにね。あ、バックの空が。あ、海に。違う、違う、あの。すいません。あの、みなちゃんといくいちゃん、すいません。あのですね、タコはタコでも。オクトパスの方じゃなくて、あの、四角いタコさんなんです。あ、四角いタコ。 そうなんですあのでもでもどうして単語のックには鯉のぼりをあげるのかなああそれはねじゃあ皆が鯉のぼりさんに直接聞いてみるね、はい、ということでミ皆の耳をすましてこのコーナーは本当はどう思ってるんだろうっていうものの本音を皆が耳をすまして聞いちゃうコーナーだよ今日はせっかくなので鯉のぼりに耳をすましてみますはいはい ちゃん、何でしょうかはいこ、はいはい、のね私わのねこいのぼりの発祥が気になりますあ素晴らしいですね、はい、学習能力高いですね高、はいで <laughs>、はいはい、すね。が <laughs> それではりかちゃんのために恋のぼりの発祥を少ししご紹介します。5月5日を端午の節句にしたのは中国の漢の時代の頃からでその頃の中国の人たちは野原に出てよもぎやしょうぶなどの薬草を摘む日にしていました。うん その習わしが日本に入ってきて勝負を指し武者人形を飾る日に変わりやがて子どもの日として年から国民の日にぼりはそれに対抗して町の庶民が建てたのが始まりでこれも江戸時代からの習わしです。 本物の恋のように、男の子が元気に大きくなることを願って家族が立てます。また、我が家に男の子が生まれました。どうぞお守りください。と天の神様に伝え、守っていただく意味があるとも伝えられています。はい、現在では由かちゃん、ここチェックです。はい、何はい、黒い恋を孫い。赤い恋をひごい。青い恋が子供の恋。 五色の吹き流しで、ワンセットになっているものが一般的です。ん<ー>うん、五色の吹き流しは、子供の無事な成長を願って。魔除けの意味で飾られました。からからからと回る、矢車も同じような意味を持っています。えー、だそうです。なるほど。うん<ー>。 なるほど、なるほど、あの、え、鯉のぼりって、そんな歴史があったのね。中国からだった。そうね、しかもさっき言って、そのな孫いとか、ひごいとかって、意味もわからずに歌ってたけど、恋のぼりの歌。そうそう、あれ、そういう、ね、意味があるのね。あるんだね。しかも、五色の吹き流しっていうのは、魔除けの意味だったのね。お勉強になりました。ね。なりました。はい、ためになったところで。早速恋のぼりさんに耳を澄ましてみるね。パタ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 。 泳いでるこんにちは、こいのぼりさん。あ、みなちゃん、こんにちは。気持ちよさそうに泳いでますね。そうなんだ。今日はね、風も穏やかでお天気も最高だよ。うん、みんなも高いところから泳いでみたいな。あ、こあのね、こいのぼりさん、聞きたいことがあるの。何何、なになにお話しして。こいのぼりさんがお空を泳いでるのはどうしてなの それは、みなちゃんがさっき説明してくれたように、生まれてきた男の子が元気に成長しますようにって願いを僕に託して僕は泳いでるんだよ。ああ、そっか。大きくなりますようにって、こいのぼりさんにお願いしてたんだね。あのね、みなには弟がいるんだけど、こいのぼりをあげるときにお手伝いしたことがあるよ。たーっと でも大きくてびっくりしたよ。あ、そうなんだ。みんなちゃんありがとう。みんなが元気に大きくなるように頑張るね。さよなら。 鯉のぼりさんやっぱ大きかったねたくましいねミニギャンもさ鯉のぼりを立ててもらってたら本当大きくなってたんじゃないかなまあそうだねでもイクイちゃんは女の子だからさちょっとおひな様でいいじゃんかわいいしさはいみんなは街で鯉のぼりを見かけたかな大きくなれー以上みんなの耳をすましてでしたはいここでミニギャンからのミニな情報です ミニギャンのブログは動画の下にある URL からアクセスしてねミニギャンのツイッターは mini-gan3 ですぜひぜひフォローしてくださいはいということでそろそろお別れのお時間です松田一家では皆さんからのお便りを大募集していますふつおた質問励ましのメッセージ皆梨花郁恵の各コーナーリカが幸せレシピでは 理科に紹介したり、ハッピーなこと。くえの気になる木では、ミニギャンで答えを出してほしい疑問。みなの耳を澄ましてでは、耳を澄ませてほしいものを募集しています。すべての宛先は、matsuta-ikka.com a 松田 -ikka.com メールフォームも活用してください。お便りたくさん待ってまーす。まーすあれ、ミナちゃんが呼、うん、んでくれたこのぼりさんまだ見えるね。見えるねー。るねーあ<ー>、大きい。あ、赤いの来た。あ、来た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 。来た来たあ、黄色も来たよ。あ,あげた。 あ黄色、キラリカちゃんあ本当にレジンだキラマイラインだよあリカちゃんなの？リカちゃんなの？リカじゃないじゃあの黒いの黒黒黒は青じゃあれ青にしてもらってちょっと横へ横でミナちゃんひこいだねひご父さんとお母さんとリカちゃんは子供だねリカさん楽しいですねあ、それではまた金曜日お相手はミニミニギャングのミナとリカとリクエでしたバイバイ。